2004年中華民国総統選挙は2004年3月20日に中華民国で行われた総統を選出する選挙である。副総統も同時に選出する。新水平が2000年の総統選挙で政権を取った当初から中華人民共和国は台湾独立志向を持つ新政権を警戒していた。このため中国大陸との経済的な交流はあまり進展しなかった。 またその他の国への輸出も落ち込み、経済的な面で台湾は苦境に陥っていた。このため選挙戦序盤は台湾経済の停滞を新政権の失勢と位置づけた反乱勢力が有利と見られていた。しかし、アメリカ経済の復調の影響で台湾の輸出が伸びてきたことや台湾住民の独立意識の高まりの主張や2004年2月28日に行われた 李登輝主催の台湾独立デモに想定を超える100万人超の参加者が集まるなどにより反力勢力の支持率もじりじりと上がっていき、反乱勢力と支持率を並べるようになった。また、台湾の独立は国勢に反するという立場を取る中華、人民共和国は過去の台湾総統選挙において軍事的な自行動を取り、台湾独立の動きを牽制しようとした。 しかしこの圧力はかえって独立派に勢いを与える結果となってしまった。このため、第三国を介して外交的圧力をかけるなど恩恵な形での牽制へと方針が転換されている。しかしながら、台湾に海峡を挟んで面する福建省沿岸では、中国人民解放軍が臨戦体制を取るなど、軍事的なやも少なからず行っている。 相当候補は副相当候補とペアで出馬し、比較多数の候補ペアを当選者とする。相当任期は4年、連続再選は2回まで。選挙権は20歳以上の自由地区に6ヶ月以上在住する中華民国国民。今回から在外住民にも選挙権が付与された。非選挙権は自由地区に6ヶ月以上在住し、 中華民国国民として15年以上経過したもので40歳を超えた時に非選挙人として登録される。ただし、中華民国国籍を回復、または帰化したもの大陸地区あるいは香港、マカオから台湾に移住した国民は、非選挙人として登録できない。立候補にあたって政党からの推薦を得るか、複数の政党による推薦が必要である。無所属で立候補する場合は、 直近の立法院選挙有権者1.5%の署名が必要。2004年度の総統、副総統選挙には、それぞれ2人の候補者が出馬した。すなわち、与党民主進歩党から出馬した、陳水編総統候補と、両修連副総統候補の現職コンビ、及び、野党中国国民党主席である、連戦総統候補と新民党主席である。 そうそういう副総統候補の野党連合コンビである。なお、現職の民進党側には国民党を離党した李登輝前総統が支援し、一方新民党は国民党と同調した選挙活動を行っている。このため実質的には台湾の独立を志向する民進党李登輝と中華人民共和国との協調を思考する国民党新民党とによる一騎打ちの体を なしている。選挙運動期間は、同年2月21日から3月19日まで。選挙戦終盤となった投票日前日の午後には、台南市内を車で遊説していた、陳水編総統候補と、旅修練副総統候補が銃撃された。銃弾は複数放たれ、陳候補の腹部を縫う負傷を与えたほか、旅候補の足もかすった。少しずれていれば彼らが即死していた可能性は、 十分あったが、幸い大事には至らなかった。なお、この事件を聞きつけた連戦陣営は遊説を自粛し、2004年の総統選挙遊説は慌ただしい幕引きとなった。これら様々な出来事があったため、蓋を開けるまで結果はわからないという状態で、選挙当日を迎えることとなった。投票は台湾時間16時で締め切られ、即日開票の結果、 投票率は80.28%で、得票数は、陳総統候補、旅副総統候補が647万1970票、連総統候補、総副総統候補が644万2452票となり、陳候補が総統に、旅候補が副総統に当選した。その差はわずか2万9518票、33万7297票、 あった無効票の数よりも、はるかに少ない票差という大接戦だった。これらの結果が見えてくるや、否や、落選が確実となった連戦。国民党主席は、彼の支持者の前で、この選挙は、無効、沈水編銃撃事件は自作自演だと訴える、抗議を表明。支持者を巻き込んで行われた抗議デモは、数日間続いた。一時的に、 中央選挙委員会の機能が麻痺したことさえもあった。中央選挙委員会の本部が入っているビルの正面玄関を抗議デモ隊が取り囲み、3月26日にはビル内に突入したことで警官隊と衝突、中央選挙委員会による当選広告も法定ギリギリの26日にまでずれ込んだ。これら連戦陣営の抗議を受けて再選した陳水編総統は、 高等法院による票の数え直しと、それに向けた緊急の法制定に応じた。高等法院では、連氏が提出した選挙無効と票の最終形請求の訴えを受理、陳総統の同意も受けて、票の最終形に対する審理が行われた。5月10日から最終形が開始され、最終形が行われる一方で、5月20日には陳水編総統の就任式が行われた。 ありがとうございます。